しむし。もしもし、聞こえますか？家寝てないです。聞こえますか？あのね、なんかクレジットカードがなんか登録できなくて、で2時間もかかってしまった。なんかね、結局また3年契約みたいな感じで1万円払った。なんかね、1年で4000円ぐらいなのかな。で、3年契約で1万円だからちょっとお安くなるから、まず3年にするかみたいな。で、なんかね、一生使うんだったら3万ぐらい払ったら、3万か4万払ったら一生使えますみたいに書いてあったけど、いや別にそんなね、そんなずっとやってるわけじゃなさそうだから、それはもういいやと思って。え、誓いません。エビスさん、依頼さん、挨拶していくよ。つぐみさん、3個目さん、6個目さん、7個目さん、10個目さん、13個目さん、エビスさん、依頼さん。頻繁に使う。いやー、そんな先まで放送してる？しないでしょ、多分。いいよ、3年ごとで。3年ごとの更新でいいよ。よいしょ。はい、じゃあやっていくよ。エビスさん、お茶目だよね。ニコ生専用のカードって何？いや、あの、Xスプリットの課金ね。この画質結構いいじゃないですか、私の放送って。それなんか、ま、課金してるからっていうのがあるんですよ。ぶっちゃけ、でもここまで別に、なんか綺麗じゃなくてもいいような気がするよね。どうでもいいよね。まあいい。まあ、趣味だから、1万円ぐらいいっかと思って。まあ、それだったら、なんか私あれ欲しい。捨て引き欲しいんだけど、安い。あの、USB の使ってるから、ね、まあまあ、でもそれで十分だよね。なんか音楽鳴らしたりとかしないしね。おいしい。ヘローさん、いらっしゃい。なんか、すごい機能を使ってる人多くない？なんか、別に、そんな機能、無駄にそんな機能があってどうするって思うけど。そうそう、ラジオみたいにできるみたいだよね。みんななんかそういうの持ってるよね。私ずっとヘッドセットだったけど、
ニコ生4年目でやっと置き型にしたくらいだからね。ずーっと1000、ね、安いの使ってたけど。あ、らしいね。なんかそのわしがうえーって言った時に、音量大きすぎて耳が壊れる人多くて、で、音量を抑えるなんか機械が、音量を抑える機械があるらしいんだけど、だからそれ買おうと思ったらみんな別に買わないでいいよって言ってきたから買わなくしたんだよ。よいしょ。無心、5年目かな。今5年目ですね。12年の10月だから5年目ですね。まあいいや。なんかその設定とかが私わかんないから、めんどくさいし嫌なんですよ。まあ、別に今のままでもいいでしょ。なんかそういう機械が好きな人とか、得意な人だったらいいけど、そんなのに何時間もかかりたくないわけ。そこまでして、そこまでして放送しようと思わない。めんどくさいわ、そんなの。やり始めた時に全部やってしまえば、まあ良かったのかもしれないけど、今更もうどうでもいいぞ。って思っちゃうかな。5年やり続けるのすごい。でも、エビシュさんの方が、コミュニティは長いんじゃないの？多分。ニコ生を見るのと同じ、同時っていうか2ヶ月遅れぐらいで放送し始めたから、ほとんどね、変わらないんですよ。放送し始めるのとニコ生時代を見始めるっていうの。ぶっちゃけ、ね、機材なんでもいいよね。なんだろう。何を目的でみんな見てるのかなってすごい不思議に思うんだよね。もしなんか自分のなんか、イライラを抑えるためにゲームしてるだけだけど、なんだろう。なんか別にエンターテイメント性もないし、面白いこと言うわけでもないし、特別可愛いわけでもないし、何なんですかね。なんかさっき助けてーって言ってる人いたね。はいどうも。車直してって言ってるの？まずは役を追ってた者が消え、私よりあなたに任せた。俺はもう家族を連れてここを離れる。危ない。車直してほしいのかな。車直してほしいみたいだね。死んじゃった。死んじゃったね。いた。はい、どうも。私のせいで死んだわけじゃないから。今、
今車が爆発しただけだから文字のせいじゃないんだよあれ。だから別に大丈夫。そうそう事故だから。86個目さんいらっしゃい。行っちゃった。いや、言い訳が最高じゃなくて、ちょ、真面目に言ってるんだけど。車が爆発しただけだから、美味しい関係ないから。そうだね。いや、そんなことは言ってないよ。そんななんか悪者じゃないから。よいしょ。300m も向こうなのか。乗り過ごし？何の話？うーん、やばい。アジアサイだ。追ってこないよね。追ってくるなよ、アジアサイ。追ってこないよね。大丈夫だよね。うわー！ちょい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 。危ない、危ない。危ない。怖い怖い。めっちゃ追ってきてたじゃん。ちょっとサイ多すぎじゃない？いや、もう怪物ライフルで一撃だから。おいし。あいつもだ。おいし。ヒョウも倒した。カムゴンさんいらっしゃい。よし。お、なんかイベントやってる。どこだろう。イエーイ。うん？ヒョウ柄も持ってるよ。ヒョウ柄も持ってるよ。昨日ね、私ね、全く覚えてないんです。残念ながら。全くね、もう覚えてないから。自由にしてくれ、頼む。わかった、自由にしてあげる。手前を燃やして、で、そしたらちょっとずつじわ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 焼かれる感じ？燃え広がって、ちょっとずつ燃え広がって、そして、焼かれちゃうのかな？あ、やばいやばい、スナイパー持ってるやつがいる。うん、あいつ。何あれ、なんで味方じゃなかったの。お、味方が敵になってる。よし、倒した。もう一人いるぞ。もう一人どこだ。え、どこ。え、え、どこにいるの。あ、この中にいる。
もうなんか倒しようがないから爆弾投げよう。死んだ。違うよ。私優しい人で、心優しい人ですよ。ないないない、誰が狙ってるの？あれ味方じゃないの？あれ、なんで味方が私のこと撃ってくるの？この裏切り者めーとか言われた。いや別に裏切ってないよね。裏切ってないよ別に。何勝手に仲間だと思ってるの。いや仲間じゃないから裏切るも何もないから。自由にしてくれ頼む。しょうがないな、まったく。よいしょ。オッケー。全然裏切るも何も、何を勝手に仲間だと思ってるの。ねえ。自由にね、解放してあげたんだよね。何、まだわしのことに会うてるの？え、普段は？え、いつも優しいよ。今日はどんな一日でしたか？いや、何も変わらない普通の一日でした。待ち合わせが来た。やばい。あぶんな。怖っ。アジア祭怖すぎる。あ、学生ですよ。なんで知ってるの？大学生ですね。あ、違います。高校生ですね。あ、短大かな？よいしょ。OK。お好きなので大丈夫ですよ。私、何にでもなれるから。私、ご希望の何にでもなれるから。どうぞ。ここに何がある？あ、なんか誰かいるね。そっちか。そっちに何かありそうだ。ナースさん？看護師さんに、なんで看護師さんが好きなの？こう降りれるのかな？これどうやって降りんの？これ普通に、うえぇ、飛び降りてどうする？聞こえてないですね。トシさん、なんかそういうの怖いからやめてほしいな。お化けとか怖いのちょっと苦手なんです。あ、おやすみなさい、エビさん。そ
そうなんです。怖がりそうなんですよ。とっても心優しいトシエさんは、そういう怖いとかダメなんですね。すごい棒読み感やばいね。ちょっと待って、ここ何があるんだっけ？マスク、マスク。ちょっとマスク探して、みんな。マスク。マスクあるらしいから、マスク探して。もっと上かな？下かな？おいおい、なになになに？いや、そんなことない。飛び降りたら、まずい。そんなことないか。眠いね。どこだろう。ないね。一回離れて。下にあるってなってる。下にあるってなってるね。ちょっと登れなくなったんだけど、登れた。あったー。よいしょ、オッケー。それはラスボスの方が悪者でしょ。マジあれだよ、ヒロインだから。なんて言っても、トシエさんはヒロイン役だから。そうでしょ。お姫様でしょ。もっと、なんかこう、お姫様扱いしてくれていいんだよ。行方不明者が出たら、あらゆる可能性を検討するわ。でも、ほとんどは同じ原因よ。だろ。苦しみの街に連れて行かれるってわ。お袋があそこには近づく。よいしょ。両方。妖精のお姫様だから。よし。あ、犬王さんいらっしゃい。スカートしか。スカートか。まあ、履かなくはないけど。そんなに。わかんないですね。家で中学校のジャージ着てるから。高校のジャージの時もあるけど。まあ、コスプレだと思ってくれたらいいんじゃない。全然小さくないな。同じだよ。スーツ着ることもあるけど、普通に私服みたいな感じの時もある。関係なんですか、私。すげえ。できた、できた。あと何人、あともう一人ぐらいいるのかな。もう一人いそう。あ、大丈夫、倒してる。
いいよ、そんな、なんか、話し合わせないで。もう、わかってるから。無理しないで。文字が妖精のお姫様っていうことはわかってるから。そうだね。結構ね、めんどくさくなってくるから、思ったこと普通に言うぐらいでいいよ。死ねーとか。ポケマーみたいな。いいよ、全然。私、気にしないし。知ってどうするの？知ってどうするかちょっと聞きたいから教えて。ムササビじゃなくて、うんこじゃないの、うんこ。超眠い。よいしょ、よいしょ。
命を助けてくださった神様に感謝ね。旅に感謝。なんだ、ここで止まれ。お前はここで死ぬんだ。また上にいるぞ。嫌な予感ですね。ゴーゴーゴー。離れましょう。誰か見れ。なんてことだ。選んだ相手が悪かったな。負けろ。覚悟するんだな。